こんばんは。こんばんは。一般社団法人 HMA 防犯庁栗原です。高木です。浜口です。本日も京都府警本部が掲示しています防犯マップをもとに青色防犯パトロールを行いたいと思います。それでは行ってきます。行ってきます。今日は青色防犯パトロールなんですけど、どのルートで回られますか？近鉄伏見駅の24号線付近にいまして、はい、でここはちょっと右折しまして、ちょっと住染街道の方から、はい、ちょっとね、痴漢多発エリアという形で、はいはいはい、住染、藤の森深草ですかね、はい、その、まあ、京阪の駅の方をちょっと、まあ、巡回していきたいと思います、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。マンションとかもあるんですね、これ ね、 そうですね。左の方もそうですし、向かい側もそうですよね。大きなマンションですよね。結構住宅が密集している印象がありますね。はい、はい、異常はないですね。はい、はい、まあ、正面公園がありますんで、はい、そちらの方ちょっと、はい、そうですね。左は OK です、はい。左手が公園ですかね。公園になるんですかね。はいはい。そうですね。異常なさそうですね。はい。大丈夫です。大丈夫ですね。はい。ちょうどこれ今、住染通りをまっすぐ行って、この先が京阪の住染の駅ですよね、これね。そうですね。このまま行けば左手に見えてくる形になります、はい、OK ですね。右なら OK です。スーパーとかも多いですからね。そうですね。多いですね。はい、お店のあるとこはね明るいんですけどね、ここも交通量がね両通なんで、結構これね車とかもバイクとか自転車とか人もねかなり行き来あるんでね。そうですね、ここ左側がこれですよね。住染駅。住染駅ですね、これね。多分今踏切であれなんですけど、これ電車来たらね、多分人が多分ドバッと降りてこられると思いますんで、ね、ちょうどこれ住染通りからこれ本町ですね。そうですね。はい。左 OK です。この道もね結構ね みんな車とかね抜け道で結構ねバイクとかね多いですね。抜ける道なんでね。畳の方へ上がっていくのにね。そうですね。24号線からねずっと皆さん抜けてくるんで、最上町のところから。やっぱ黒い服が着たはったらやっぱなかなかね見づらいですよね、横断されても。あ、今日はこの時間まだちょっとね歩行者の方とかいつもより多い感じがしますね。そうですね。まだこう車、歩行者、自転車、バイク、行き来する割にはちょっと街灯が暗いような気がしますね。確かにね、この街灯も右側しかないんでね、はい、この方あってもいいんじゃないかなとは思うんですけど、と注意して巡回していきたいと思います。自転車でもね、ライトをつけてもらわないと、ちょっと見づらいですよね。発見するのが遅れますよね。異常ないですね。異常なしですかね。はい、逆にこれあれですよね、ちょうどこれもう少し行った左側がね、あの京阪のね藤の森の駅になりますよね。この辺りですかね、ちょうど名神のね高架越えたとこね、左側がそうなんで、この辺りもねあの聖望のね学校があるんで、この辺りも昼間とか夕方はね朝もすごい生徒が多いんで、この左側がね藤の森駅ですね、これ ね、 ですね。はい、異常なしですね。なしですね。はい、まあ、この辺りもちょっと街灯が暗いような、うん、そうですよね。一応ね両サイドねついてるんですが、おねやっぱお店とかそういうのがないんでね、まあ、道幅もね先ほどのところよりも少し確かにちょっと狭くなっていってる感じになるのかな。そうですね。はい、右手がこれ高校ですかね。これ聖母っすね。はい、
ちょうどこれ右側は龍谷大学ですよね、これね。そうですね。これ西浦町の中のちょっと公園とかね、ちょっとね、左奥です。ちょっとね、この辺りも公園がいっぱいあるんで、ちょっと巡回ね、重点的にした方がいいと思うんで。その辺りを巡回していきたいと思います。はい、お願いします。この辺りも学生さんとか多いんで ね、 そうですね、バイクから自転車ピュッと出てくるかもわかんないんで、気をつけてくださいね。了解です。はい。まあ、この辺り深草っていう形になるんですね。そうですね。西浦町ですね。はい。はい、学生がいっぱい、この辺り学マンがね、学生マンションがいっぱいあるんで、そうですね、留大生がいっぱいいます、この辺りは。お店もね、ちょこちょこね、いっぱいあるんでね、この辺りも飲食店が、学生向けのね、飲食店が、そうですね、多いっていうような印象ですね。はい、ちょっと異常ないですね。その右側があれですかね。そうですね。ちょっと、ね、大きい公園があります。大きい公園あるね。こちらの方をちょっと、そうですね、ゆっくり巡回していきたいと思います。はい、お願いします。左手が公園、ね。はい。ですね。はい。異常なしですかね。異常なしですね。はい。そうやね。大丈夫そうやね。はい。割とね、大きい公園になってますんで。そうですね。この修羅町で一番大きいんじゃないかな、この公園。大きいですね。はい。ちょっとね、一周したいと思います。はい。左向き OK ですね。はい。はい。OK です。そうですね、公園の方も。うん。素晴らしいですかね。そうですね、人はいないような、いませんね。はい。了解です。はい、大丈夫そうですね。はい、了解です。はい。本日も無事青色防犯パトロールを終えることができました。これからも地域の安心安全のために活動を続けていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。